コート・ブアームズ・オブ・アディンツォバ・オジンツォボは、ロシアのモスクワ州の都市である。人口は2004年時点で133,616人。2002年国勢調査で134,844人だった。モスクワの南西にあり、モスクワ市の市境から6トル西にある。近くには、モスクワスモレンスクミンスクワルシャワを結ぶ高速道路、M1 が走り、モスクワを取り巻く。 環状自動車道路も交差する。オジンツオボのグレブネフ制道オジンツオボ駅市内には、高級チョコレートメーカー A コルクの府の工場がある。オジンツオボという地名は、ドミトリー・ドンスコイの部下であり、モスクワ南西のこの地を賜ったアンドレイオディネツに、由来するとされる。オジンツオボ村は1627年の記録に、初出する。1870年には、 モスクワスモレンスク間の鉄道が着工し、オジンツボは鉄道で気軽に来られる保養地として、モスクワ市民からの人気を得るようになった。オジンツボは郊外住宅地となり、1957年には市の地位を得た。重要な産業は建築材料の製造と化学製品である。また医療製造や家具製造や食品工業も盛ん。ありがとうございます。